でやるんですね。ただ岡崎は立ち上がってもうプレーしています。乾、いや、やっぱりね、サイドに必ずもう一人来ますからね。乾が倒されます。離れずというところです、はい、突きすぎても狙われますし、離したら当然裏もしか突かれますからね、うん、片手で触れるぐらいの距離感というのが理想的なんですと。まあその対象にもよるんですよね。ゴール前はやっぱその距離感が必要ですけどね、うん、多少それよりも遠かったらその距離っていうのは楽しむようなサッカーはさせたくないと、日本を苦しめたいんだという話をしています。